谷口幸太郎は、神奈川県綾瀬市出身の陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルで10秒37、200メートルで20秒45の自己ベストを持つ。2015年北京世界選手権、男子400メートルリレーの日本代表。2015年世界リレー男子400メートルの銅メダリストである。神奈川県綾瀬市出身。 綾瀬市立北の大中学校、神奈川県立八坂高等学校、中央大学卒業、突板印刷在籍。かつてはエースで4番の野球少年だった。陸上競技は、中学2年時に陸上部の監督から誘われて始め、入部した当初は、総幅飛びに取り組んでいたが、途中から短距離に転校した。中学3年時には全日本中学校選手権の200メートルで8位。 ジュニアオリンピックの200メートルで6位入賞を果たしている。2010年、立谷坂高校に進学。1年時の沖縄インターハイは4400メートルリレー、2年時の北上インターハイは400メートルリレーで出場を果たすも、共に準決勝で敗退した。3年時の新潟インターハイは200メートル決勝で21秒10の自己ベストをマークして、橋本明氏と、 大瀬とカズマに次ぐ3位に入り、個人種目初出場ながら、決勝に進出して、表彰台に上った。日本ジュニア選手権の200メートルは3位と0秒04、差の4位に入った。2013年、中央大学に進学。5月に関東インカレの400リレーで優勝に、貢献し、リレー種目ながら、インカレ初タイトルを獲得した。6月に、 日本学生個人選手権の200メートルで2位に入り、全国タイトル獲得まであと一歩に迫ると、7月7日に神奈川選手権の200メートルで、ジュニア、日本歴代7位タイの記録となる20秒63をマークした。2014年1月に排気胸の手術をした影響で調整が遅れたものの、5月3日に静岡国際の200メートル B 決勝を、 日本学生歴代10位の記録となる20秒45で制した。関東インカレでは400リレーと4400リレーのリレー種目2冠を達成。9月にはコンチネンタルカップの400メートルリレーにアジア太平洋選抜として出場し、主要国際大会を初めて経験した。日本インカレでは400メートルリレーで2連覇に貢献し、リレー種目ながら、 初の全国タイトルを獲得した2017年4月突破印刷に入社ありがとうございます。